この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。へそ忘れた。バケットマウス。座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー。今回は釣り人にとって1年に一度のお祭りともいえるイベント、フィッシングショー大阪2017の模様をお届けします。今年も前編後編と2週にわたってたくさんの新製品をお届けしていきますからね。まずは前編からスタート。さあ、今年もこの季節がやってきました。フィッシングショー大阪2017ということで、今年もインテックス大阪へとやってきています。さあ、毎年ですね、6号館 A ゾーン、 B ゾーンを展示スペース、そしてイベントスペースとして3号館で行われていたんですけれども、今年は3号館も展示スペース、そしてイベントスペースは4号館と規模を大きくされていますので、さらに盛り上がるのではないでしょうか。さあ、今回もたくさんの新製品を紹介していきたいと思いますので、早速中へと入りたいと思います。行ってきます。会場に入るとすでに熱気ムンムンです。まずは釣り餌といえばこちら、マルキューブースから。さあ、マルキューブースへとやってまいりました。新製品をナリーさんに教えていただきたいと思います。ナリーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レジャー用ライフジャケット、国土交通省の型式承認という安全基準で販売していましたが、はい、この度ですね、レジャー基準という新たな安全基準ができまして、はい、今回のはかなり機能的に多機能型になっております。それは嬉しいです。で、それの特徴的なものをいくつかちょっとご説明させていただきます。はい、お願いします。マルキューのロゴが入ってますけど、はい、実はこれ、ベルクロで止まっていて、中が磁石になっています。まあ、ちょっと針なんかを ね、あの金属製の小物類とか、そういうのもなものをくっつけて使っていただければと思います。ご注目。もう要するにフリース状の生地でできていますので、はい、手がスッとこう、はい、ポケットの中に見え映るかな、こんな風にポケットになって、それ両サイドについてますので、あったかいです、ね、あったかい。こちらにウエストタオルをつけるね、簡単なこういう紐をつけておきました。これぐらいの距離になりますので、あ、まあ、簡単にです、ね、でしかもこうちょっと座った時に長いと下についちゃってね、あの濡れてしまうのも防げるというタイプ、はい、ワイタレリスク製品なライフジャケット なっております。イカダ用に作りましたけれども、イカダ専用というより、まあ、イカダの人たちにも使っていただけるように、作りました。でこれどういうふうに使い分けるかというと、大きい方はあのイカダ釣りやる人は大きいパラソル使いますよね、はいはい、あのパラソルがすっぽり入ってしまう、はい、サイズになってます。ここに黒がついてて、こういうパラソルをサクッと差し込んで止めていただければ、でこちら方には竿を入れていただくと、本当にねコンパクトに、はい、112センチという短いタイプなんですけれども、十分入りますもんね、イカダ竿なら。中はついたてが入っていて2層になっておりますので、あのご自由に便利に使っていただければと思います。はい、ぜひお買い求めお願いいたします。ください。ありがとうございました。ありがとうございました。デザイン性も良く便利なアイテムが増えましたよ。お次はラインといえばこちら、トーレブースを覗いてみましょう。さあ、トーレブースへとやってきています。岡野さんに新製品をご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、どんな新製品なんでしょうか。はい、はい、こちらはですね、磯の道糸で、はい、ブラックマスターありましたよね、前は、はい、エクストラって言いまして、はい、前のブラックマスター、うん、まあちょっと廃盤にしてしまったら、はい、お客さん、あの糸良かったのにっていう声がたくさんありまして、はい、でじゃあそれをもう一回リメイクして提案しようって言ってできたのがこの糸で、はい、エクストラ、はい、で今までのブラックマスターより少し硬くして、さば、はい、きを良くして、うん、で糸が硬いがゆえに塩をこう切っていく、で他のうちのこの去年出したアイサイトは、はい、柔らかいので塩に馴染む、はい、で切る、
こういうあの使い分けをしてもらえるように、こういったものを今回提案させてもらってます。どちら両方持ってれば、はい、どんな状況でも使い分けることができると、ね、はい、使ってみてください。ぜひよろしくお願いします。あらゆるシーンで活躍間違いなしのアイテムです。お試しくださいね。次にやってきたのは大型リールといえばこちら、ミヤエポックブースです。さあ、ミヤエポックブースへとやってきています。田中さんに新製品をご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちらにあるのが、はい、CZ20 のマグロスペシャルという商品になります。やはりマグロを、釣るためには長時間のやり取りが必要になってきます。はい、で、こちらの方、ドラグの方を一から見直しまして、はい、宮前では初めてのカーボンドラグライニングを使っております。さあ、続いては新しいロッドが出てくるということで、はい、紹介お願いいたします。あの宮前ポーク、いろいろなロッドの方も作っていってるんですけども、はい、今回の一押しとしましては、あの田中俊也テスターの方がプロデュースしてくださってます、この赤むつの専用ロッドですね、2本あります。バラしやすい赤むつの、バレを防ぐ、はい、そういった形の専用設計になっていますので、それがこう粘りしっかり粘ってくれる感じなんですね。そうです、あの胴でしっかり粘って、はい、で波の揺れをうまく吸収してくれるような竿になっております。なるほど、発売楽しみに待ってますね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。皆さんもぜひ楽しみにお待ちください。ありがとうございます。大物のマグロから美味しい赤むつまでいろいろ狙ってみてくださいね。今年は会場の外に B 級グルメのお店もたくさん並んでにぎわっていましたよ。さあ、お次はタックルボックス、パーツケースといえばこちら、明宝ブースをどうぞ。さあ、明宝ブースへとやってきました。ブリーキさんに新製品をご紹介していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、何でしょうか。はい、まずはバケットマウスに入れられるインナーストッカーを、はい、紹介したいと思います。はい、はい、3月発売なんですけども、はい、まずこの7000に入ってるインナーストッカーが L サイズの、あ、これ水切りもできるんですね。水切りもついてます。すごいですね。はい、皆さんジグを立てて収納すると思うんで、はいはい、あの可変の仕切り板つけますので立てて収納することができます。これ出して使う方もいらっしゃると思うので、はい、あの滑らないように足ゴムもセットでついてますので、はい、はい、はい、3月発売です。これは便利です。もう間もなく発売ということなんです。はい、5000に、はい、はい、ちょうど入りますので、ぴったり入るのがまた気持ちいいんですよね。はい、はい、大好評。 F の86に、はい、ちょっと厚い D の86、リバーシブルの D の86というサイズが、はい、はい、登場します。これも3月発売です。はい、はい、ゲーム頃に発売します。はい、バーサスの、はい、800NDDM と 1200NDDM、はい、こう縦収納すると、はい、このバックルを持ってしまうとちょっと開きがち、この引き出すときに開きがちだったのが、はい、止めの方向を変えまして、はい、手を入れてもらって、これはストレスがなくなりますね。はい、これかなり楽に取り出せるようになってます。ケース自体が自立するようにしましたので、はい、出しても、うん、倒れない。これが倒れない。ああ、なるほど。2月の下旬です。2月下旬ですね。はい、皆さんぜひこれはチェックしてほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。インナーストッカーや改良されたタックルボックス、どちらも早く使いたいアイテムです。もう間もなくの発売ですよ。お次はエギ、タコエギといえばこちら、スミ族ブースへ行ってみましょう。さあ、スミ族ブースへとやってきました。ですね、ひでたこさんにニューアイテムをご紹介していただきたいと思います。はい、どうも、ひでたこです。はい、そうですね、あの今回新色の方と、はい、まあ、すっての方がまた出てますんで、はい、はい、まずこっちの方が新色の方で、はい、イタリア、まあ、これは、ね、あの結構お船の方とかで、うん、まあ、ご要望が多かった色みたいな、はい、まあ、それも形にさせてもらって、で結果も出てますんで、はい、かなり、まあ、今年大流行りするカラーではないかな。確か緑よく当たってました。そうですね、うん、あのここの部分の緑は僕も、うん、あの去年出させていただいた新色の緑エビっていうのがありますけどね、はいはいはい、うん、だからそれに釣れる色を全部合わせてみたいな、これ
れはまた注目アイテム。もう本当かおりちゃんが好きな色やったら塗ってもらって。え、いいんですか？もういろんな色。それチョーク落ちたりしないですか？もう全然大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫。それで、まあ、試してもらって、はい、オリジナルのカラーを、だからこれで塗りながら、まあ、週末のことを考えて楽しめるのがこの、家で楽しもう。そうです、落書きホワイトですね。はい、そうですね。これ見てもらったらちょっと違う。違いますよね。本当に小さい、はい、で小さいその、まあ、夏場の、まあ、新子サイズのタコにはよく効いてくる分のスッピンになります、うんうん、はい、ね、見てもらったら分かるように、はい、針も大きい。あ、全然違いますね。ボディも大きい、うん、大きいタコ、はい、まあ3キロ、うん、まあ、まあ4キロ大きいのにはやっぱり大きいのがガッときますんで、うん、はい、まあ、まあいいと思います。はい、お分かりだと思います。まあ、はタコが分かりました。皆さんもチェックしてください。小さなタコから大きなタコまで用途に合わせてエギを使い分け超過を伸ばしてくださいね。さあ、まずは前編をお送りしました。来週後編でもまた新製品をたくさん紹介していきますので、来週後編もお楽しみに。フィッシングユー鈴鹿店から、若松漁港で生後40センチまでを4匹の超過、カサゴも狙えますよ。ただいま2017年春の新製品フェアを開催中。各メーカーの新製品が続々入荷予定です。中古硬貨買取キャンペーンも実施。新しい釣り具に買い替える大チャンスです。紀伊長島網元釣り堀センター聖徳丸から、森さん巨ぶりを筆頭に島味わらさもキャッチ、永田さん巨ぶりをゲット、ちびっ子が頑張りました。皆様からご要望の多かった魚処理場がオープンしています。ご利用くださいね。お手軽釣り堀体験も実施中ですよ。紀北町レンタルボート N テックマリンから笹さんほかカワハギカサゴを釣られました。半夜便では赤イカヤリイカスルメイカが多い方で68杯の超過、こちらは多い方で51杯と好調過が続いていますよ。ヤリイカも大型になっています。ぜひ狙ってみてくださいね。鳥羽市山へ渡船から橋本さんチヌ48センチまでを4枚と大型が上がっています。中西さんチヌ47センチまでを2枚の超過、生食用の冷凍牡蠣、かき氷、ミネラルたっぷりのひじき販売中です。詳しくは山へホームページをご覧くださいね。月間プレゼント、オーシャンルーラーよりクレイジブレンジキープをセットで3名の方に、フィッシングユーより海上釣り堀用ロット赤物キラーを1名の方に、明豊化学工業より新製品のランランケース3010を1名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。